はい、皆さんおはようございます。テーマパーク型経営極意のミッキー石田です。今日はですね、こんな話をしたいと思います。昨日ちょっと子どもたちとですね、夏休みがあってですね、松島ですね、日本三景の松島に行ってきた、その帰りの話なんですけども、ちょうどですねホームセンターにちょっと行こうということでホームセンターに向かったんですね。そして、息子がテレビを見たいということでホームセンターにあるテレビが売っているコーナーのところに、まあ、たまたま行ったわけですね。そうしたらですね、テレビがちょうどやってまして、小峠がやってたですね番組だったんです。僕も初めて見たんですけども、頭を柔らかくするというような番組を見てて、偶然ですねすごいのに出会ったんですね。それ何かって言いますと、遊園地ありますよね。遊園地になると、何があるかっていうとやっぱりお化け屋敷なんですよね。僕はすごいお化け屋敷がめちゃくちゃ苦手ですね。なかなか自分から入るぞっていうのはなかなか今までねしたことなくてです。どうしても途中からうわーって来られるのが分かってるからこそ怖いし、どうやったら、怖い体験をしてもらうかなっていうことで、テーマパークの方たちはですね一生懸命考えているんですね。そこで、あった話だったんですけども、なるほどなっていう気づきがあったので、シェアをさせていただきたいなと思いました。はい、それはどういうことかって言いますと、入り口と出口がですね、すぐ近くにあるんですね。もしここに入り口があったら出口がここにすぐあって、出口から出てくる人たちを、これから入る人たちは待たされるんですね。であえて待たされるような状態を作ることによって、出てくる人の姿を見て、要は叫び声だとか泣いてるシーンだとか見てですね、恐怖を覚えてる状態でキャーとか、うわーもう絶対入りたくないって、顔を押さえながら出てくる子とかがいるんですよね。でその子を見て、テレビ番組の方でですね、心拍数を測る時計を、まあ、用意してですね、それをはめてもらって、心拍数最初に測った時には、64ぐらいだったんですよ。ところが出てくる人のところを見てキャーって叫びながら、もう絶対やだとかって、もうダッシュで出てきたり、もう泣き叫んで、もうそこにもう座り込んでですね、もう泣き叫んで、もう絶対怖かったって言ってる人の映像を見て、その心拍数をつけた時計をしている女性がですね、124までですね心拍数がガーンって上がったんですよ。要は約倍近く心拍数が上がったんですけども、これはどういうことかって言いますと、人はまだ体験してない、まだ見てもないものに対して恐怖を与えられるとさらに怖くなるという視覚効果をテーマパークではね体感してほしいということで、ちゃんと仕掛けを作ってるんですよ。ところが入り口があって出口が全然違うところだと、それがどれだけ怖いのかっていうのをわからないじゃないですか。入ってみて初めて、あ怖いな、どっから来るんだろうって見るんですけども、出てくる出口から出てくるところを見れるとやっぱり怖いんですよね。どんだけ怖いんだろうと、絶対これやらせっぽいとか、そんなビビるほどじゃないだろうっていうふうに、どっか自分の中で怖いっていうものに対して、大丈夫大丈夫、絶対そんなの怖くないんだって言い聞かせる自分もあったり、そしてまためっちゃ怖いっていうね、2つの心理が働くそうなんですよね。でやっぱりそこは待たせることによって見るっていう資格を作りました。それと逆の発想で、僕はそのテレビを見ててね思ったんですけども、あこれは逆を考えれば、成功している人、そしていつもワクワクしている人の周りがそういう人ばっかりのところにいると、自分も成功するんではないか、うまくいくんではないかっていうワクワク状態に入っていくんじゃないかなと思ったんですね。恐怖なものを見て怖く感じるっていうので、私ももしかしたら怖くなるんじゃないかってドキドキするのの全く逆です。周りで楽しくやってる、仕事楽しくしてる人、そして、面白くいつも毎日ワクワクしながら生活してる人を見るだけで、やっぱそこに周りにいることによって自分もそうなれるっていうふうに、疑似体験ができると思うんですね。でその疑似体験をするためには自分の会う人を変えるってことです。周りでいつも愚痴不平不満を言ってる仲間、またそして知り合いがいたら、なるべくそこから遠ざかる、そして合わないっていう選択が必要だと思うんですね。でやっぱり愚痴不平不満を言ってると、やっぱり自分もネガティブモードになってしまって、それを受け入れてしまうので、いつも夢を叶えている仲間がいるとか、夢を一緒に叶えて応援してくれる仲間のもと、そしていっぱい本を読んでるとか、いつも楽しいことを考えている人のところにいつも寄り添っていく。そうすると自分もその仲間に
入れていくんではないかなと思いました。本当にたまたま行ったホームセンターでの出来事だったので、僕はその映像を見てですね、あ、これはもうすぐこれはシェアをしなきゃいけないなと思って今日話をさせていただきました。はい、なので、怖い体験をさせることによって、相手は恐怖を植え付けられる。なので逆の発想ですね。楽しい体験をいっぱい積めば、楽しい経験を積むことによって自分も楽しくなるっていうことが気づきました。のでぜひ皆さんもですね、今日からですね、周りにそういう愚痴不平不満言ったりする方がいたら、ぜひそういう方ではなくて、ワクワクする、そして楽しい、いつもイメージを持ってる楽しい仲間と一緒に入れて、気持ちよくまた生活をしていきたいなと思います。今日は以上です。また動画でお会いしましょう。